ABS-3 はアジアブロードキャストサテライトの所有する人工衛星。以前にはアギラ2号、ABS-5 の名称もあった。アギラの由来のフィリピン和紙衛星は,は1997年8月20日、調整3号 B によって最小衛星発射センターから打ち上げられ、統計146度の位置に投入されている。打ち上げられた当初は、 フィリピンのマブハイサテライトが所有しており電気、通信サービスに利用され、フィリピンは死にちなんでアギラ2号と呼ばれていた。スペースシステムズ、ローラル製であり、通信範囲はアジア太平洋地域をカバーしている。地上局はフィリピンのスービック経済特別区にある。フィリピンが所有した状態で打ち上げられた最初の衛星ではあるが、フィリピンが最初に所有した衛星ではない。 アギラ2号の打ち上げより1年前に、インドネシア企業、パシフィックサテリットヌサンタラから軌道上にあるパラパビー -2P の所有権を購入し、アギラ1号として手に入れている。2009年に ABS 社が所有権を取得し、ABS-5 と名称が変更された。さらに2011年、ABS-5 は ABS-3 に、 解明され3度ニ死の位置へ移動させられた。ABS-3A が2015年3月1日に ABS-3 の置換用として打ち上げられている。ABS-3 は30機の 27WC バンドトランスポンダと24機の 110W ーバンドトランスポンダと12機の高出力 220W トランスポンダが組み合わされた構成になっている。 EOL で SODC 電源は 8200W と見積もられている。パワーウェイトレシオが5、1であり、工業的に最も効率的な衛星の一つとなっている。190チャンネルの高画質デジタル番組を家庭用やケーブルテレビ業者のアンテナに送信でき、5万の同時、双方向通話を処理できる。当初この衛星はマブハイ社とフィリピン長距離電話。 ハイライズリアリティデベロップメントコーポレーション、フィリピノテレフォン、北京ハイデンエンタープライゼスリミテッド、ウォールデングループオブカンパニーズ、ジェメネットワーク、フィリピンサテライトコーポレーション、ケーブルエンターテイメントコーポレーション、C、ヤップグループ、フィリピン通信衛星などのいくつかの企業の合弁事業であった。衛星バスには、スペースシステムズ、ロラール製 FS-1300 を採用しており、 おおよそ2億4300万円がかかったと見積もられている。衛星の設計運用期間は15年であった。空バンドでは台湾、中国本土、ベトナム、フィリピンをカバーしている。24機の空バンドトランスポンダは地上制御で220ワット増幅装置を持つ12機の高出力トランスポンダと組み合わされ、衛星放送のデジタル TV サービスに利用されている。 C バンドでは東アジア、南アジア、東南アジア、西太平洋、ハワイなどの地域をカバーしている。最大15メガビット S のダウンリンク能力でインターネット接続ができる。また ABS-CBN などのフィリピンの放送局はこの衛星の C バンド能力を信号分配と衛星ニュース収集に使っている。ありがとうございます。